僕は、安全保障関連法に反対する創価大学創価女子短期大学関係者有志の会の呼びかけ人の竹原と申します。よろしくお願いします。創価学会男子部のニューリーダーとしても活動しています。ひいばあちゃんからの新人で学会4世です。本来なら公明党支持者であるはずなんですけれども、ちょっと無理です。こんなことまずいんですけど、怖いんですけど、友達減るんですけど、でも指をくわえて権力を暴走させるわけにはいかないですよ。僕の出身大学創価大学の創立者池田大作先生は自衛権の増強に反対の立場を取っています。発言を紹介します。この国際社会に存在する戦力に対応して自衛できるだけの戦力を持とうとすれば、それはますます強大なものにならざるを得ません。それゆえ武力による自衛の方向はすでに行き詰まってきていると言えましょうと。池田大作は自衛権を強くして平和を守ろうなんて一言も言ってないんですっていうか、そもそも創価学会の初代会長の牧口常三郎先生は戦時中の国家権力の宗教弾圧によって極死してるんですよ。なんで今創価学会は公明党は安倍さんとグルになって好き勝手やってるんでしょうか。権力を批判しない宗教は宗教じゃない。ただ、私たちの戦いは大変険しいものがありました。安保を批判すると地獄に落ちるぞって幹部から言われました。安保にイエスともノーとも言ってはいけないって創価大学の学生は観光令が敷かれているところもあります。創価大学創価学会は学問の自由とか言論の自由とかとは程遠い思想統制の世界に変わってきています。それはきっと創価の世界に政治権力とかとの癒着構造とか利害構造があるからだと思います。でもそれって僕のひいばあちゃんが望んだ世界なんでしょうか。信仰を出しに政治的判断を制限されて反対意見何も言えなくて、池田大作が思い描いた組織の形ってそんな感じなんでしょうか。私は創価学会を分裂させることなど全く意図していません。現在も創価学会男子部として一員として活動しています。ただ今も熱心に支援活動に動いておられる全国827万世帯の学会員さんに伝えたい。自分の信仰を、自分の人生を、自分の幸せを組織の意思に任せるだけにするのは終わりにしましょう。僕らはかつて貧乏人と病人の集まりだというふうにバカにされていじめられてきた。でも今バカにする側に回ってるんじゃないでしょうか。組織とかしがらみとか口説きとかっていう、そういう狭い殻に閉じ込めてないでユナイトしていきましょう。ありがとうございました。